あれほど朝まで飲んじゃダメだって言ったのに。だってそうでもしなきゃ非番変わってくんないんだもん。またそんなこと言って。いいわ、夏美だけ置いてく。あ、待ってよみゆき、ほっといたら通り過ぎてしまうのよ。日本の夏は乙女の夏。遅いなあの二人。またどうせ夏美の寝坊よ。来るとき起こしてくればよかったかしら。まあ切符は渡してあるからいいけど。たくん、もう申し込み済ませちゃってるのに。え、申し込み？ああいいのいいの、なんでもない、こっちの話。あと5分。夏美の夏。やった、なんとか間に合う。時に緊急事態よ院長。夏美、仮にも警察官がね。冗談よ。 あのね、もう見ちゃダメよ。我ながら完璧な変装だ。これなら誰も。宝であるご老人を内緒にするとは。いかん、このままでは日本の未来が危ない。許せん。待て、無関心な大衆よ、天に代わって天中を下す。我が名はストライカーとか、お仕置きストライカー。老いは平等に訪れる。明日の我が身を思い知れ。大丈夫、ギリギリセーフよ。アウトだ。あれはストライク男。何よこんな時に。おほう、誰かと思えば宿敵ホームラン女ではないか。なぜそれほどまでにこの私につきまとう。誰がつきまとってんのよ。もうこれ以上騒ぎを起こすのはやめなさい。それほどまでに勝負がしたいか。よーし、受けて立とう。ちょっと誰が、おっ、これは我が正義の行く手を阻む宿敵ホームラン女。今日こそは主演を決してくれようぞ。仕方ない、帰り討ちにしてあげるわ。夏美、時間。行くぞ。来なさい。なんちゃって。え、今日はこんなことをしている暇はないのだ。さらば。ちょっと、あ、電車行っちゃう。乙女の夏が。もう誰のせい。はい、はい、やりこ、葵、俺が悪かった。縦に埋まったら確かに出られ、出してくれ。いや、強い、死ぬよ。はい。あ、これでお昼は中島くんのおごりね。やっぱり縦に埋められて一人で出るのは無理だったでしょ。分かったよ、分かったから出してくれ。一人じゃ無理よ、葵ちゃんが来るまで待って。なんだあいつ、どこ行ったんだ。更衣室、おニューのビキニ買ったんだって。ビキニってお前、まさか。ええー、やっぱり前は隠しておくのが乙女としてのエチケットよね。よし、準備完了。
額に輝く V の文字。この仮面をつけた時から私は青春のビーチバレー男となる。待たせたのはコードたちよ、いざ出陣。あなたはもしや人違いです。お嬢さん、私はお嬢さんがご存知のようなものではありません。ではあの、間違うはずないと思うんだけど。やっと着いたわね。よかった神様。うっしゃー、青春スカー。困ったな、みんなどこにいるんだろう。こんなに人多くちゃ見つかんないよね。ついてないな。ついてくんのあんなんばっかだし。どうする、夏美。どうするって言われても。あ、いたいた。お、やっほー、遅いわよお二人さん。よかった、もう会えないかと思っちゃった。それにしてもよくわかったわね。簡単です、男が群がる場所に行けばいいんだもん。あたしらはガのメスかい。たく、モーニー、どうしたの。え、ああ、中島くんの姿が見えないから。おっと、こりゃ失礼。みゆきさんの目的は中島くんとのひと夏の経験でござんしたね。何よそれ、どうしてそういう言い方。ん、何よ。何か見えます。あれよ、あの波しぶき。待たせたな、ワコードたちよ。あの方はストライク男。こんなところにまで。乙女の夏はどうなんのよ。愛と青春の伝道師、ビーチバレー男剣山。ビーチバレー男。何言ってんの、どう見たってストライク男でしょうが。ストライク男、はて何のことやら。何よ白々しい、今度は何やらかそうってのよストライク男。わからんやつだな。このボールをなんと見る、そして額に輝くこの部位はビーチバレーの部位だから。なんだってのよ。あの、ストライク男さんじゃないんですか。いや、これは先ほどのお嬢さん、申し訳ないが人違いだ。そこのホームラン女とやらは思い込みが強いらしい。誰がホームラン女だ。大体そんな名前で私を呼ぶのはあんたしかいないでしょうが。すまんが私は急いでおるのだ。この短い夏の日が沈みきる前になさねばならぬことがある。また会おう、ホームラン女とやら。おいっとやらって私は名乗った覚えは。え、あの大バカ。あ、また逃げられた。でもこんなところまで何しに来たのかしら。うん、私知ってるよ。え、私の見たところ、あいつの目的はたった一つ、ズバリこれよ。ビーチバレーデスマッチ、優勝者は1週間のハワイ旅行。すごい、5人も行けるじゃない。まあ安心して、こんなこともあろうかと申し込みは済ましといたから。こんなことってどんなことよ。え、ずいぶん手回しがいいんですね。申し込むときはストライク男が来てること知らないでしょうに。ハワイ旅行目当てで勝手に申し込んだんでしょう。そんな誤解よ。やね、大体出場するのは誰。どうせ私と夏美でしょ。なんで私らだけ苦労しなきゃなんないのよ。二人なら絶対優勝できるって。ハワイだよ、しかも一週間。どうする、みゆき。ストライク男も捕まえなきゃなんないし。そうよ、まさに一石二鳥、ストライク男を捕まえてハワイに行こう。なんちゃって。ま、しょうがないか。やったー、ハワイだー。よりこ、あ、はい、すんません。たく、でも誰と出場するのかしら、ストライク男さん。え、うん、
さて、この連続写真みゆきに見せたらどうなるかしら。やめろヨリコ、頼むそれだけは。じゃあビーチバレー大会出場 OK ね。わかったよ。だけどあれはペアじゃなくちゃ。そうか、こいつが俺の相棒か。何？そういうこと。ビーチバレーは二人のチームワークが命。いいわね。